はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの内積4をお送りします。で、内積がこれで4本目なんですが、でここからですね、4、5、6まで問題だけ取り上げていきます。つまりポイントがないパターンだね。で、なんでかっていうと、内積の問題ってね、結構バリエーションが豊かなので、まあちょっといろんな問題をやっていきたいと。で、その中で今回まず3問取り上げていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部自分の方が解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？それでは、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回ね、全部3問とも成分が出てくる問題なんですけど、また内積をもちろん使っていくので、こう、成分が、ある時の内積がどういう公式か、まあ、前回の3でやってますので、ちょっとピンとこない方はそっちをチラッと見ていただけるとありがたいです。多分その方が何やってるっていうのが分かりやすいと思うので。で、まず1番の問題の特徴としては、ベクトルが2個書いてある。で、それが垂直となるように K の値を定めようと。もうキーワードはこれです。2つのベクトルが垂直なんです。で、これが出てきたら、つまり2つのベクトルが、ちょっと待ってね。ギリギリここか。が垂直って言われたら、その2つのベクトルの内積が0だと。もうこれ使うでしょっていうふうにすぐ思ってください。これも前のね、動画でやりましたけど、垂直、これとね、2つのベクトルが垂直な時っていうのは、その内積が0なんです。よく出てくるよって話もしたけど。で、まあ、成分で表されてるでしょ。その時の内積ってなんだっけって、それが1個前の動画でやったように、左側と右側をかけて、それぞれね、かけて足せばいい。だから、今左をかけると、これ 6K だよね。で、右をかけるとマイナス4を配ればいいから、マイナス 4K、マイナス4。これが内積なの。で、それがイコール0になります、今。で、今回ちょっと2番と3番で板書すごい使うので、ここ暗算で申し訳ないんですが、2K です。で、マイナス4を右辺に持っていけば、2K イコール4になる。で、2でね、両辺割ればいいから、答えは、K イコール2と。これで終了となります。まあ、こんな感じです。ね、垂直で出てきたら。で、次が、また垂直。なんですけど、ちょっとね、難しくて、こっちの方が。今、A ベクトル書いてある。で、こいつに垂直な単位ベクトル、E ベクトルを求めます。単位ベクトル。つまり、大きさが1のベクトルね。で、これはですね、2番も3番も共通してるんですけど、単位ベクトルを求めるときっていうのは、外で、これ、廃品回収のトラックの多分ね、音が入ったらごめんね。申し訳ない。で、単位ベクトルっていう、今求めたいので、それを、XY とかって置いてください。もちろん文字はね、何でも構わないですけど、自分は XY 使うので、こうやって置いていくと。で、まず大事なのが、さっきも言ったように、単位ベクトルは大きさが1です。で、大きさっていうのは、こっちの2乗プラス、こっちの2乗にルートをつけたもの。それが大きさでしょ？だから、x2 乗プラス y2 乗これにルートをつけたものがイコール今1なんです。それが大きさだからね。でもルートがいらないんです、この時は。で、なんでかっていうと、本当はルートつけるんだよ。つけるんだけど、つけた状態で両辺を2乗します。そうするとルートは2乗すればルートが外れるので、これになると。で、1は2乗しても1なので、結局だから x2 乗プラス y2 乗イコール1をこれ使っていいんです。単位ベクトルの時はね。で、これで1個式が出てきて、もう1個がその垂直。つまりさっきと同じね、内積が0です。で、今、a ベクトル2のマイナス1、こいつと e ベクトル xy、この2つが垂直なのね。だから内積を求めようと思ったら、左側をかけて 2x、右側をかけてマイナス y、それが0なんです。内積がね。で、あとはこの連立方程式を解けば OK だと。
で、この解き方は代入法ですね。下を変形すると y イコール 2x になる。これまあこっち持ってくればね、 2x イコール y になるので y イコール 2x で、それを 2x をここの y に代入すればで解くことができるので、で代入するとちょっと暗算でごめんね、ここに入れると2乗するから 4x2 乗だから x2 乗ごめんよ、 x2 乗プラス 4x2 乗なんで 5x2 乗になる。でイコール1だね。これはもうちょいいけるか。で両辺5で割れば x2 乗イコール5分の1だと。で2乗を外す代わりに右辺にプラスマイナスルートがつくと。でルート5分の1なんですけど、上と下は分けて構わないので、下はルート5分のルート1はね1と同じなんでこれでしょう。でこれ有理化する必要ないと俺は思うんですけど、もし学校とかワークとかでしてたらそっちで合わせてください。この場合は俺いらないかなと思っちゃうんだけどね。で結局 x ここね、ここがプラスルート5分の1の時とマイナスルート5分の1の2つの答えが出てきます。なので、まあ、一応 e ベクトルイコール、まずプラスバージョンルート5分の1置いとくね、マイナスルート5分の1入ってるよね。 OKOKOK で出し方なんですけど、まずプラスの方からいきます。で x がルート5分の1でね、あと連立解いてるので結局戻せば解けるんですけど、上は2乗がついてる、で下は1乗、まあ1次式だよね。で必ず1次式があるんだったらそっちで出してください。あの2乗の方に入れると狂ってしまうので、答えがそう狂ってしまうというかね、こっちの方がシンプルに出せるからさ。で y イコール 2x なので、結局 x のここにルート5分の1を入れればそれに2をかけるだけなんで、ルート5分の2になります。でマイナスを入れても同じだね。これちょっと狭かったな。結局マイナスルート5分の2と、これが両方ともね答えになります。これもすごく有名なタイプの問題なので、まず置くと、単位ベクトルをね置いたらこの1個が書けるかどうかですね。で書いた後に垂直だからこれで勝負しようねみたいな流れで解いてみてください。で3番、それより難しいですねこっちの方が。で3番も A ベクトルが書いてあるんだけど、結局単位ベクトル出したいのね。でも垂直じゃなくて30度なんです、ナス角が。そうだからそこがちょっと厄介で、でもまずスタート同じね、単位ベクトル出したいから、まあ XY と置きましょうと。で先に書いとこうね、もうね大きさが1なのでこれを使って OK です。さっきと同じでね。で次です。今度はナス角が30度なので、まあ内積が0とか使いません。でナス角を使うのはやっぱり内積イコール A ベクトルの大きさかける B ベクトルの大きさコサインシータと、これを使っていきます。で、どうしようかな、こっちで書けるかな、ギリギリいけるかな。はい、じゃあ行きましょう。で、これ使っていくんですけど、これ計算できるんだけど、ちょっと後で置いとくね、ちょっと待ってて。内積を求めていきます。で、A ベクトル、こっちね、の大きさは左の2乗3です。右の2乗1足して4、それにルートがつくから、結局ルート4なんで2ね。で、B ベクトルのさ、まあ今 E だけどね。B ベクトル、こっち側のベクトルの大きさは2乗して2乗してルートをつけるのが大きさなので、これが E ベクトルの大きさになると。これあれか、今問題に合わせようかね、ちゃんとね、こっち E にしとこう、一応こうね。で次コサインシータで、こう30度って書いてあるから、コサイン30度、コサイン30度だから2分のルート3となります。いいかな。でこっち側さっき出せるって話をしたんですけど、結局ごめん、ここそもそもここ間違っとるやんね、これ E だ、ごめんね。でこれは A ベクトル、こいつと E ベクトルの内積を出したいので、左側をかけて右側をかけて足せばいいと。だから
ルート3と x をかけてルート 3x、 右と右をかけてプラス y です。これが内積ね。で、右辺を計算しようと思うんだけど、これ x2 乗プラス y2 乗、これ今書いたけどわざとね。でも元々単位ベクトルじゃん、いいって。単位ベクトルって大きさ1って分かってるから、ごめん、わざと書いたんですけど、これ1でいいからね、本当は。ただ公式を使うんだったら、ああ書いてっていう感じだから、本当はこれ1ね、こうやって。で、こうやって切っていくとルート3になります。なので、こいつとこいつを連立方程式で解いていってください。これで2個ね、式がゲットできたので。で、まあ、これも代入法がいいかなと思います。下の式が y イコールで、これ持ってくるとマイナスルート 3x プラスルート3となります。で、これをここに代入すると。で、ちょっと厄介なんですけど、まあ頑張っていきましょう。 x2 乗ここねプラス、じゃあ一応ちゃんと書こうか。代入するとマイナスルート 3x プラスルート3の2乗イコール1です。で、まあここの展開さえミスんなければっていうところだと思います。で、展開していくと、これまず一番最初がこっちの2乗なんで 3x2 乗です。で、ごめんね、こっちとくっつけちゃうからね。 3x2 乗なんでくっつけると 4x2 乗。で、公式通りやればこことここと2をかける、まあこのね、括弧の2乗の時は、だからこことここかけるとマイナス 3x です。ルート3かけるルート3は3だからね。で、それに2をかけるからマイナス 6x になります。で、最後一番右のルート3の2乗だから3で、3なんだけど、あの1持ってきたいんで、持ってくるとプラス2イコール0となります。めっちゃ口で説明したけどごめんね。で、このままでもいいんですけど、一応まあね、一回2で割れるので、2で、ごめんよ、2で割ってしまいましょう。携帯のちょっとね、バイブ音が落ちた。で、こうなって、これはたすき分けで解けるかな。 x でマイナス1とマイナス1か、たすき分けで解くと x が2分の1と1と2つ出てきた。で、さっきと同じです。出てきたので、ちょギリギリを攻めようか。 e ベクトルはまず x が2分の1の時と1の時で、さっきも言ったように2乗の方ではなくてこっちで攻めます。で、1の方が楽かな。 x に1を入れるとマイナスルート3プラスルート3で消えるから y0 だね。で、2分の1はマイナス2分のルート3プラスルート3なので、通分すれば2分のルート3となって、この両方が答えとなります。いいかな。ぜひね、こんな感じでやってみてください。なので1番に関してはいいよね。垂直の時はもう内積0を使ってねって、まあ、2番もそうなんですけど、ただ2番と3番は単位ベクトルを出す時はまず置くと。で、置いた後にこれが使える x2 乗プラス y2 乗イコール1ね、それを使って、で、もう一個の式はこっちは垂直だから内積0でいけると。で、こっちは30度なんで、これ使ってとか、まあ、出すてか使って式を1個作るっていう感じでやってみてください。では今回は高校数学数 B のベクトルの内積4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたが、5、6はまた問題演習になりますので、次回はね、正六角形を使った問題をね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。